今日はゆるっと雑談動画だよ。こんにちは、ももかです。はい、ということで皆さん本日はゆるっと雑談動画ということで、今回はまあちょっとネイルをねしながらちょっとぺちゃくちゃ喋っていけたらなって思います。でね、もうほんとゆるい感じの超ゆるゆる動画なので、もう照明もたかずにもうあのガサゴソとやっていきたいと思います。まあ、以前もね同じようになんか収納しながらの雑談やったんですけど、まあ、今回はちょっとネイルやりながらってことでやっていきます。ネイルって言ってもこの以前ねウームに行った時にそのこのナイナノちゃんのねナイナノちゃんが映ってるあのネイルチップ作れるやつあるじゃないですか。それが海に置いてあってやらせてもらったんですよ。でその時にギュッとしたこれを使ってちょっと改造していこうと思って、まあ、改造っていうかちょっとイメチェンっていうか自分なりにちょっとアレンジしようと思ってて、もうこんな感じの春っぽいデザイン選んだんですよ。これイチゴなの、めっちゃ可愛くない？そう、ここに、まあ、ちょっとねなんかトップコート塗ったりしてこのシーンでゲットしたリボンとかつけたりしてちょっと可愛くしていきます。はい、か誕生日にもらったねジェルネイルキット使ってやっていきます。これがずっとやりたかったのよ。そうネイルほんと早くやりたくてさ、やっていきます。ほんと初心者なのでそんなガチですごい絵を描くとかは無理なんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。というわけでまためっちゃゆるい動画になると思うんですけど、一応行ってみようって言っときます。それでは行ってみよう。じゃあねこれねいい感じなのがこういう風に土台になってるからこういう感じで作れるのよ。こうやってコート塗ったりして、とりあえずトップコートを塗った方がいいって言ってたのでトップコート塗ります。トップコートこれジルネイル、はい、ということでね、最近声枯れちゃってるんです鼻声で本当に嫌だわ。これ普通にこれで塗るやつか。トップコートってさなんか力加減むずくない？力加減で結構決まるじゃん、なんかさうまくムラが出る感じの塗り方とかさ、震える手がいいね。このさ土台があるとやりやすいっていうか、なんかまんま真剣になりすぎると喋らなくなるからちょっとほどほどで。なんかね最近あったことだとなんだろうな、あ今日学校普通にあったんですけどリコーダーのテストがありましたね。そうリコーダーのテストって言ってもそのなんか言われた曲をその先生に出された課題の曲と自分がやりたい曲をあのリコーダーテストするみたいな感じなんだけど、まあ今この時期だからなんか前まではねそのなんかみんなの前でやるやつだったの、みんなの前で立ってあの服みたいな。でなんか歌のテストもあるのよ、多分みんなあると思うんだけど、その歌のテストもあって、その歌のテストもみんなの前で歌うやつなの。めっちゃ嫌じゃん、それすごい嫌で毎回嫌だ嫌だ、なくなれなくなれって思ってたんだけど、このコロナの時期でねなくなったの。それがなくなるっていうかあるんだけど、その後ろで先生と一対一でやるってやつだけになったのね。もうそれが嬉しすぎてそこだけねちょっと嬉しかったですね。そうそうそう、だからねそれをもうなんかみんなの前で歌うっていうのはなくなったんだけど、普通に1対1であるんですよね。今日はそれでした。なんかリコーダーテストでさ今日さ2曲だったの。普通は1曲なんだけど2曲で、2曲ってさあんまなくてさ、最後のリコーダーテストだったから頑張ろうって思ってやってたんだけど、出席番号順なんだけどね、前の子がめっちゃ仲いい子で、その仲いい子が順番的に先に吹く感じだったんだけど、その時にその前の子が一個だけをめっちゃガン忘れしちゃって、どういうリズムなのかとかをさ、それでやばいっつってなんだっけももかってなって、うちはもう覚えてたから、あなんとかだよって教えようとしたらうちもガン忘れしちゃって、え待ってうちも忘れたってなってやばいってなって、まあ、それだと結局思い出せたんですけど、マジやばかった。ほんとやだよね、しかも音楽の先生めっちゃ怖いからさガチで緊張。あとはあれですね、最近うちあれ見てます、ネットフリの韓国ドラマのあの今私たちの学校はってやつ、ゾンビのやつだね。あれさうちさあんまさ普段ゾンビ映画とか見ないの、ビビリだから。でも最近さちょっとイカゲーム見れてからなんかさ怖いのいける、グロいのいけるみたいな思考になっちゃってさ、生きって見出したんだよね。そうでもやっぱね怖すぎる、どうしよう、見出したら面白いから止めらんないわけよ。でさどうせなら最後まで見たいじゃんしっかりさ、でもさ怖すぎて見るのやめたいぐらい怖いの、そのゾンビがめっちゃ怖くて。だからトイレとかも一人で、トイレはギリ行けるけどお風呂とかマジ一人で無理なの。だからママにそこにいてそこにいてみたいなママが一番被害者みたいな。本当にやめてほしいわ。なんでもう本当に絶対さゾンビなんてさいないわけじゃん、わかんないけどさ、なのにもさ関わるさ、なんで人間ってそういう性格なんだ、もしいたらどうしようとか思っちゃうんだ。本当その性格やめたいわ。だからホラー映画とか余裕で見れる人マジで羨ましい。見たいは見たいんだよねうち、
見るのは好きだし見たいけど、なんか自分がめんどくさいからね、怖いってなるのが。見れないけど見ちゃったよ。まあ、でもめちゃめちゃ面白いからいいんだけどさ、面白いからそれもやだよね。面白いから見るのやめれないっていう。結局とりあえずこっちは終わりましたね。あとなんだろう、だなんかね、おすすめのネトフリのドラマとか、まあ、映画とかあったら教えてほしいですね。あとあれですね、私ももか地上波デビューということで関ジャニクロニクル F 出ましたね。2月7日見てくれましたか？結構ね、あのインスタとか SNS で見たよって言って感想とか動画上げてくれたりしてる子とかいて、めっちゃ嬉しかったです。本当ありがとうございます。本当に良かったよ。結構笑ってくれたっていう子がいっぱいいて、一安心というか。しかも意外と思ったより出てたから良かったですね。そう、実はね、結構コメントとかでも患者にどうでしたかみたいな、患者に会ったんですかみたいな、もう会った体で結構聞かれてたから、実はあれ会ってないんだよねみたいな感じでしたね。まあオカリナさんに会えたのでめちゃめちゃ嬉しかったですね。テレビはね、緊張しましたよ。やっぱりさすがに、さすがにうちでも緊張したよ。あれは隠しカメラとかガチだったんだよな。ティッシュの箱とか穴開けてそこにカメラ仕込むっていうガチの隠しカメラでちょっとテンション上がったよね。ジェルネイルはね、すぐね、こうこれに当てたら固まってくれるのがいいよね。今までジェルネイルとかそういうの知らなかったからさ、ネイルって全部あんだけ待たなきゃいけないと思ってたから、ネイル屋さんっていうかネイルやる人とかめっちゃ大変だなって思ってたんだけど、そう、この機能を知ってからね、超楽っていうかやりたくなっちゃいました。てかさ、ちなみに今日撮影日月曜なんですけど、なんか今週雪降るみたいで、どうなんだろう、降ってほしいけどね。前回さ、雪降ったのがさ、テスト期間中だったからさ、このテスト期間じゃない時にもう一度雪を味わいたいっていうか。あと私もうすぐ卒業じゃないですか、中学3年生。そんで高校生で JK になるじゃないですか。やばいよね。それで JK になるということでさ、なんかもう中学3年生卒業でさ、今の担任の先生にめちゃめちゃお世話になってたからさ、進路とかさ、いろいろ。だからさ、今友達と一緒にさ、これ先生見てたら終わりなんだけどさ、なんかあのサプライズの野郎みたいな話してて、それでいろいろやってるんですよ。そう、担任の先生プーさん好きだからさ、それ関連でやりたいなって話してて、いろいろ案出してるんですよ。で、うちね、前進路についてっていう動画で言ったからいいんですけど、なんかあのもう入試とか全部終わってるんで、その終わってる組でやろうって言ってね、いろいろやってます。で、あの横浜市の公立って結構ビビると思うんですけど、お弁当なんですよ。それでその結構もう給食多くなってきてるじゃないですか。でもなんか横浜市の公立はお弁当で、それでなんかそのお弁当だったんですけど、急にコロナの影響でもうお弁当今日で終わりですとか言い出して、その帰りの会で実は今日が最後のお弁当でしたとか言って、えーってなるじゃん。そうだからちょっとね、お弁当終わってこれからもうね、午前授業なんですよね。嬉しいような寂しいようなみたいな。でもね、全然みんなイエーイって午前授業っつってましたねとりあえず一回塗ったのでちょっと乾かしてみますね。これ一回剥がした方がいいのかな、平気だよ。一回剥がした方がいいじゃないとくっついちゃいそうだよ。ちょっと確認して、むずいね。いいかも。とりあえずこれで乾かして、浮いてるからいいや。今乾かしてます。どうでしょうか、うまくいくのか。あとね、ちょっとまたまた近々って、またまたね、近々ね、ご報告っていうか重大発表的なのもあるので、ぜひお楽しみにしておいてほしいですね。結構ね、うちのことを好きでいてくれる子からしたら嬉しいお知らせかもしれないですね。ご期待を、お見知りおきよということで。どうだろう、乾いたかな。 OKOKOK。 ぷっくらさせたいよね。何度塗りかしようかな。ジルネイルはね、そういうことができるんだからね。むずい、これ何度塗りっていうね。むずいよ。なんかさ、色ついてるやつだと結構さ、力強く入れすぎたらさ、なんかムラができるじゃん。でも今これ透明だ、トップコート、分厚めにトップコート塗る。ほんと初心者なんで、分厚めにトップコート塗ることなんてないよっていうのがあるかもしれないんですけど、許してください。あー、ネイルしたいなー、早く。これもつけたいですね、春になって。イチゴってめっちゃ可愛かったんだよ、これ。色合いが超可愛いの、シルバニアファミリーみたいな。高校ね、どうなんだろうな。高校が一番楽しいってみんな言ってるけど、どうなんだろうな。楽しいといいな。マジで学校生活、中3めちゃめちゃ楽しかったからね。しかも結構仲いい子とかといっぱいいたから、仲いい子めっちゃいたからさ、その分みんなと中学でから離れて、高校で離れてバイバイってなるのがめっちゃ悲しくて。まだまだ近所の子とかはさ、またどうせ会えるから大丈夫ってなるけど、近所じゃないとさ、そう簡単に会えなくなるわけじゃんさ。悲しいよね。でも高校の友達が結構一緒にいる子になったりっていうのが多いらしいからさ、楽しみ。友達いっぱい作ろう。
だとなんだろうな、今ものすごく寝具が見たいんですよ。なのに寝具の世界観うちめっちゃ好きでさ、あれ映画なんかユニバとかにいるキャラクターのさ、寝具っていう映画なんだけどさ、めちゃめちゃ面白くて、なんか個人的に一回見たことあるんですけど、世界観めっちゃ可愛くてさ、ズートピアもそう、ズートピアめっちゃ可愛い世界観が、ああいう世界観好きだからさ、定期的に見たくなるよね。結構うちね、ディズニー映画の中ではズートピア結構上位にランクインするかな。ズートピアだと断然ニックが好きですね。ジュディも可愛いけどニックが好き。ジュディとニックのさ、なんかさ、カチューシャあるじゃん。カチューシャっていうか帽子。あれめっちゃ可愛いと思う。重なりちょっとめんどくさいな。やめればよかった。リボンのキューブがさ、毛が入ってる。最低だ。ちょっと待って、最低。待って、これもしかして前のやつになっちゃってる。最低だ、毛が入ってる。上からかけそう。パール乗っければいいや、パール。パール上から乗っければ大丈夫。そう、なんかパールも乗っけたいんだよね。またシーンで買ったやつなんだけどさ。でさ、パールで加工みたいなの流行ってんじゃん。めっちゃ可愛いじゃん。あれもやりたい。自分でさ、スカルプネイルしたいのよ。一回なんかスカルプやったんだけど、めっちゃ難しいっていうか、そのうちが使ってたやつが全部腐ってて、お下がりのやつだったんですけど、腐ってて、まともにスカルプちゃんとできてなくて、結局なんか捨ててって言われて、捨てちゃって。ちゃんとね、新しいの買ってもらいたくてまた。てかもう、お年玉まだに貯めててね、多少はまだ残ってるんで、そのお年玉使って買いたいな。でもね、うち新しいストレートアイロンも今欲しいんだよね。今さ、使ってるアイロンがさ、めっちゃ昔から使ってるっていうかさ、もうボロッボロなわけよ。で、だからなんか何度かも分かんない状態で使ってんの。やばくない？昔から温度は変えてないから、そんな200度とかでやってないから大丈夫だと思うんですけど、もう何度のところとかもボロボロに剥げちゃってて、危険すぎるっつって早く変えたいんですよね、今。だからマジで怖い。さすがにね。だから前髪に巻くのしかあんま使わないです。トップコートは別にあれだよね。雑でも平気だよね。ムラとかわかんないからね。それを信じて。ああ、わかんないね。すごいよね。でも機械でさ、いろんな、めっちゃいろんなデザインがあってさ、そっから選んで、自分で選んで、できたみたいな感じなんだけどさ、めっちゃすごい。いろんな形あって、いろんなデザインがあってさ、このイチゴマジ可愛いと思う。完成したらつけてみようかな。ネイルチップだからな。で、ネイルチップって一回つけたら終わりじゃないよね。ね、どうなんだろう。一回つけてもう一回シールつけ直してって貼れるよね、多分。知らんけど。え、そんなことない？でさ、高校ってなんかうち的にさ、イメージ的にはさ、お弁当は自由みたいな、好きなこと食べて平気みたいな感じのイメージなんだけどさ、この時期だからさ、普通に座って黙食なんだろうなって思って。悲しい。ほんと青春全部コロナに奪われたよね。うちも今学校コロナだからね、お弁当の時はマジ黙食だからね。で、今の小学1年生とかみんなさ、私たちが1年生の時とかみんなでワイワイ班を作ってお弁当とか食べてたんだよって言ったらさ、えーって驚く子とかもいるらしくてさ、それありえないね。いいなーって時代の変化を感じるよね。本当いつになったら収まるんでしょうかね。なんか普通にね、普通の風みたいになったらいいのね。綺麗かも、いい感じかも。ラスト1パーツ、めっちゃ長い動画になりそうなんだけど、トップコート塗るだけでも10分ぐらい経ったね。トップコート塗るだけの動画になる気がするんだけど。まあリボン乗っけるだけだから平気か。これさ、リボン乗っけるのってさ、この上にも乗っけて固めた方がいいのかな。それとも一回固めて、もう一回チョンってやって乗っける感じ。とりあえず固めよう。多分そうだよね。で、使いたいリボンが、これなんだけど、これシーンでゲットしたやつなんだけどね。これの白いの使いたいの。これさ、ちょっとひどいのがさ、この中のさ、リボンがさ、黒と白両方入ってるやつなんだけど、形がね、2種類あって、この普通のリボンの形と、黒も同じように普通のリボンとなんか可愛いこういうリボンみたいなのがあって、でもね、白と黒の割合がね、異常な、じゃないぐらい合わないの。黒はこういう形のリボンがね、いっぱいあるの。で、同じようにこういう形が、こっちの形もちょっとあるみたいな感じなんだけど、白が逆にこっちめっちゃ多くて、この形が1個しかないっていう、うち的に白が使いたかったのにな、みたいなね。まあ、しょうがない、しょうがない。お得に買えたから。そう、でも今回は白のこのちっちゃいね、普通の棒体みたいな、この形を乗っけたいと思ってる。この2つ。で、あと、普通にね、パールを縁で、パールで縁を囲むみたいなデザインがめっちゃ流行ってるじゃん。それが激カワだからさ、それもやりたいっていう。光ってる文字が。こんな感じでね、トップコート塗れたので、ここにちょっとずつリボン乗っけていこうかな。ちょんってやって乗っければいいよね。もうね。ね。ピンセットで。ここちょっと静かになりますから。
これめっちゃいい。この形常に取っときたいぐらいなんだけど。でもこれにしか合わない形になってるか。傷ができちゃってるところを隠す勢いでいこう。あーちょっと怖いな、緊張する。これこそこれを使ってやろう。この筆。うわ、もう楽しすぎる。そういえば最近あれも見た。ディズニーの映画のクルエラ。普通に面白かったクルエラ。家族で見たんだけど。面白かったです。わかんねえ。落ちていく前に固めよう。イエス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 。わーお、めっちゃ可愛いよ。超可愛そうよ。さ、難しくない？なんか、可愛くなさそうとか言えるけどさ、可愛そうって言えないよね。可愛い風に感じるとかになっちゃう。可愛く、よ、私の予想は多分あなたは可愛いと思うっていうさ、別の言い方ないからコメント欄で教えてください。え、めっちゃ可愛いんだけど！初めての初心者にしては超上出来じゃない？ちなみにパールこれね。静電気やばそうこれ。中くらいのサイズ。パラパラって出そうで怖いもん。これぐらいかな。ちょっと大粒の方が可愛いかもね。あ、めっちゃ可愛い！リボンついてます。めっちゃ可愛くない？ちょっとこのさ、リボンめっちゃいいわ。ちょっとリピ買いします。リピ買い決定。このリボンめっちゃいい。じゃあもう一回同じように別のところにもつけます。今これが親指、人差し指、中指になるか。だから、人差し指をやる。全く同じぐらいの位置がいいね。ちょっとした。ちょっとしたのまま気になっちゃう。遠くから見たらわからないから、この。もうちょい指でもいいのか。Yes, yes, yes.イエス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 。ちょっとこれ明日になるってうち細かすぎる。よし、オッケー、もういい、もう入れちゃう。はい、ドーン。なんかさ、親指のところがさ、ジェルネイルがさ、こうやって塗った時にさ、置いてたからさ、垂れてここがぷっくらしちゃってた。今それってヤスリで削ったら平気なの？マット感出る。どうしよう、変になっちゃった。あ、でも親指、別の親指もあるかもしれない。超プラス思考。こんな感じのでね、止めます。めっちゃいい感じにできてる。びっくり。上出来。で、前髪切ったんだよね。めっちゃパッツンになってる。でもうち個人的に長い方がさ、個人的には似合うと思ってんの。でも長すぎるのも目に入って嫌だからさ、難しいわよね。素晴らしい。なんかすぐ取れちゃいそう。ちょ、もうね、時間的にこれ一生長くなっちゃうので、もうキリがいいので、これで終わりにしたいと思います。というわけでね、こんな感じでリボンつけました。めっちゃ可愛くなりましたよ。ここちょっといびつになってるんだけども、ここはどうにかなるでしょということで、OK でーす。はい。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回は、めちゃめちゃゆるい動画になったんですが、まあ、ちょっとゆるく、ちょっとおしゃべりということで、ももかの雑談しながらね、ちょっとネイルを作ってみたよっていうか、ネイルアレンジしたよということで、またね、以前も同じように雑談動画やった時に結構評判良くて、もう一回やってほしいっていうコメントがあったので、やってみたんですけども、いかがだったでしょうか？またね、評判良ければ、ちょっとこれもシリーズ化できたらなって思ってます。ということで、また次回のゆるゆる雑談ももかちゃんのお話タイムの動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。さあ、これをどうするかな。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.